キルすればいいんや。そうだ。見切りすればいいんだ。え、消さないよ。お、武雄さんとインポスターね。オッケーオッケー。武雄さんとインポスターね。優しい。インポスターの鬼。めっちゃ優しい。あら、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 あら。ああ。バカなやつだよ、本当に。アドビ見てるってのによ。おお、日記来た。地獄みてえな連鎖だ。はい。はい。じゃあ。じゃあ、原作ってどこ脇かってわかります？わかんないかな。多分ね、キッチンらへんかなーって思ってるんですけど。うんうん、ごめんなさい、武器庫ですれ違ったのってユスさん？はい、そうです。黒だよね。そうだよね。すれ違ったのか。ちょっとこっちから見えてないけど武器庫は言ってます。あ、よかったよかったよかった。うん、なんか黒って覚えてて原産だった可能性もあったから一応聞きました。はい。はい、どうぞ。本当に情報どうぞ。ミーティングが2。ウルコンとハイブリさんです、はい。です。はいはい。で、キッチンと展望と武器庫に今ついてるんですけど、うん、このね、展望1が誰？展望1はトータさんじゃない？いや、俺最後武器庫入ったで。あ、じゃあ、サントさん、サントさんじゃない？いや、私、キッチンじゃないです。トープテが、武器キッチンに向かってて、うん、サントスがキッチン展望の狭間くらい、どっちかわかんないです。でも、入ってるかもしれない。うん。うん、あ、展望1、キッチンに、武器庫に、うん。あら。あら。キッチン2が僕だと思う。うん。僕が、トータさんが僕の前にいて、うん、トータさんはワンチャン武器庫だよ。あ、武器庫です。あ、サントスとすれ違って武器庫になりました、うん。そう。トープテが下から上がってきてるのを見てる。うん、あ、じゃあサントスプテが、キッチンかな？キッチン。となると展望1位が、うん、は、ね、がいない。いや、僕はね、石油の方にね、抜けたんですよ。で、展望、あ、停電になったから戻ってるから、多分停電にも、なんだろう、アドミに移ってない位置な気がする。ああ。石油キッチンの間の通路。どっち行った？そう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 。僕、配線だけやって、石油にガーって抜けて、抜けてる途中で停電になったから、キッチンに戻ってるって動きをしてるから。うん。あとね、全く関係ないところに、貨物に位置あったんですけど、それが誰か。あとね。貨物位置は柿で、停電直してます。はい。はい、で、金庫に入った人がいるはず。サントスさんって展望入ったくね？入ったのかな、ギリギリ。僕時点では、あの、展望に入っていくの何したあの、まあ、いや。やべえ、これあの、ヌー動いとる。ヌー動いとるのバレんように死んでいかん。ヌー動いとるのバレんように俺がいかんと。俺がいかんと、やばいやばい。やべえな、これサントスさんに見られたん、多分。あー、どうすればいいんだろう、これ。もう、わかんねえ。はい、ありがとう。はい。はい。結局、そのキッチン脇した人は、ゲンさん見てないっす。僕はわかんねえわ、ゲンさんは。いや、ちょっと、ね、とりあえず、オニキがアドミン見てる、ハイブリフルコンが無理、うん、で、カキさんも貨物だから無理、で、はい、他で今出てない人っている？金庫はさっきの。ユスさんかピカさんじゃない？あれ？え、ユスはね、多分金庫に入って、最後いなくなってたから、多分宿舎前とかに、ピカクロスが宿舎前にはいるんだけど、金庫には入ってないはずなんですよね、うんうん。そもそも停電を直したのって誰ですか？カキさん。カキさん。あ、そうなの？トータさんじゃないんだ。あ、僕触ってないです、うん。入ったところぐらいで直ったんで。なんか、いや、展望キッチン武器庫で合計5っていうアドミン情報が変だと思っちゃう。もう再度確認なんだけど、間違いなくキッチンで湧いた人、ゲンさん見てないんですよね。うん、ごめんなさい、あの、ユスとトータスと、もう一人おらんかった。誰？キッチン。いや、僕、キッチン脇。うん。僕もキッチン脇ですけど。あら？キッチン脇が結構いて、あ、そうなんだ。僕、最速上だから見えてないだから。メイヤさん、エンジンじゃなかったっけ？エンジンから下らなかった、メイヤさん。あ、エンジンから下ってるわ。エンジンだよね、メイヤさん。あ、エンジンから下ってる、俺。そうだ、エンジンから下って、展望配線やったと、石油までダッシュで行ったら停電になったから戻ってる、タイチだ。
キッチン巻き3人やった気がするね。うん。ゆうちゃん、ゲンさんキッチン巻きじゃないってこと？うん、じゃあと思うんですけど。多分違う。ってなってくると、あのルート的にゲンさんが通れるルートって多分エンジン側ではなくメインホールからエレクトリカルの方を抜けてセキュリしかないと思うんですよね。うん、ごめんなさい、もう一回アドミン情報を生徒した時のその数を やりたい。キッチン2がプテ、じゃあプテサントスとしようか。うんうん、で、展望1がいないんだよね。いない。で、武器庫2ってのがトータスと誰なの？ユスさん、あ、ユスさんなんだ。そう、僕が武器庫キッチン展望という動きをしてて、ユスさんを置いて武器庫から出て、うん、キッチンでトータスさんとすれ違い、うん、展望確認して、展望出てサントスさんが展望に入っていくところで僕はレポートがなったと思っているから。でもワンちゃん展望に入れてるかもしれないから、うん、そう、まあなんか僕のアドミン情報で10人出てると思うんで、うん、多分どっか一個見逃してるか、うん、あ、でもメイヤさんが、メイヤさんが見えてる。あ、じゃあ全員入ってる。いや、うん、俺がね、ほんと石油と多分キッチンの間にいると思うんですよね。ああ、いやー、これは緊張する。てかめっちゃおる。なんでこんなおんの、もう。ナイスナイス、いいボタンです、うん、なんかアドミン情報を生徒した場合って、うん、その、うん、メイヤさんは確かに通路の間にいたっていう主張はまあしてるけど、うん、普通に考えればよ、死体が隠れてるパターンもあると思ってて、うん、ってなってくると、その隠れられる位置ってその覚えゲーのところか、ないしはそのキッチンセキュリティ館の廊下じゃないですか、うん、まあコミサボ前、コミサボ前、コミサボ前とか、そこのあたりに死体があるってパターンは考慮しない？もし仮に私が展望に入れてた場合、展望1で私が展望を消化した場合はキッチンが2になるので、キッチンが名屋さんか死体になるって感じ、うん、そうそう、俺もしかしたらキッチンに入れてるのがカウントされてるかもしれないよっていうぐらい、うんうん、これ嬉しいお知らせが1個あるんですけど、僕、うん、このターンで貨物で停電直してるんで、マッドメイトではないです。おお、なるほど。だからなんかごめん、個人的な推理としては今メイヤさんがちょっと怪しいかなって思ってしまってて、その遺体が仮に隠れてたとしても、うん、多分それキルできる位置ってメイヤさんかなって思っちゃってるんです、うん、まあ、もちろんコメローからだったら分かんないんだけど、うん、急な廊下の方行ってた。ごめん、あと確認して、金庫宿舎って絶対ついてた？おにぎり、じゃあ金庫についてる人が宿舎行ったと思うんでね、金庫最後なくなってたから。あ、なくなってたのね。これがね、多分ね一個ずれてるような気がしてて、私がエンジンから上がって宿舎昇降機に入ってるんで、こ、うん、の横移動を1マスずれて覚えちゃってるじゃないか。ああ、そっか、昇降機から、うん、あ、違う、宿舎から昇降機、昇降機から昇降機、そこから金庫、うん、オッケーオッケー、じゃあ、うん、全然大丈夫。はいはい、かな。まあ、もちろんこれ竹雄さんのアドミン情報を正しいとした前提にはなるんですけど、うんうん、オッケー、まあ、じゃあ僕視点だと、竹雄さんのアドミン情報が合ってる場合は、少なくともメイヤさんって僕は全く見てなくて、まあなんか結構セキュっていう主張してたと思ったけど、まあもしかしたらキッチンに入ってるかもっていう主張に変えてるから、まあ、怪しい。変えてないって、俺はキッチンセキュの間の通路って最初から言ってるよ、うんうん、でもキッチンに入ってる可能性はちゃめちゃだと思うよ。でもあるんでしょ、メイヤさんが。だからキッチンに入ってるかなって思う。セキュまで行って停電になったから戻ってるっていう主張最初からしてる。多分ね、うん、絞れないと思うから、うん、そこにキッチン近辺の方々が怪しい容疑者1ぐらいのじゃないと、うん、多分あとはなんか、まあ、なんか動きがあればじゃない、うん、OKOKOK、情報交換あれば、あんまり多分進まないと思う。これ、メイヤさんマットメイトか？もしかして。メイヤさんマットメイトなのかな？メイヤさん切れんな。プッテあたりが本当に村っぽいから、あそこら辺切れたら嬉しいけど、どうなんだろう。切れるかな？あ、おったおったおった、プテ足絶対いける。お前ええって、マジか、どっか行っちゃった、どっか行った、まだだ、怖っ、めっちゃおる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 、めちゃくちゃおる、やばい、これはやばいわ。
ないかな。やばすぎでしょ。めちゃくちゃ早すぎでしょ。やばすぎみたいな。エレキ飛びすぎてたな。いや、絶対、絶対ごちゃきゅうされると思って、停電2回待機し、2回となった。一瞬で直ってたよ、停電。さっきの続きをすると、まあじゃあ、ベアさんがキッチンに入った2っていうカウントだとすると、そこがむしろ白になりません？あ、でも映って、いや、映ってない箇所になるから、キッチン席の通路、もしくは、コミ前通路が可能性としては。死体でね。そこがありそうだよね。迷惑の場合だったら、だから、どちらにせよ、僕は容疑者でいいとは思いますよ。うん。だから例えば僕がキッチンに入ってる場合は、石油キッチンの間の通路でキルして戻ってる可能性があるでしょ、うんうんうん、ただ、展望1の場合でキッチンに武器庫2の場合は、展望デッキが死体になって、まあ、僕がキルしてから石油に行ってるみたいな話っていうね。武器庫で死体があって偽装してるはなさそう。ちょっとそこは気になる。ユースさんと誰だっけ？トータスです。だとしたら、視認情報が出る、私も、メイヤーさんも武器庫を通ってるので、エンジン分ける武器庫を通ってるので、さすがにだったら視認情報が出るはず。じゃあ、容疑者1ではあるけど、そこには死体がなくて、ほぼキッチンでってことで大丈夫なんじゃない？うん、ただまあ、キッチンあたりの人は怪しいで、とりあえず切る待ちでいいんじゃないかなと思ってます。OK です。かなりいいボタンが続いてるんで、もうみんななんかタスクしてんのかどうか怪しいですけど、エレキにいたあたり。確かに全然進んでないよ、タスク。名屋さん目線って、結構容疑者って絞りきれないというか、分からないって感じですよね。結構分かんないですね。例えば展望の場合って、僕はユスさんとはキッチンに入った時にすれ違ったんですけど、エンジンから展望の配線に行くまですれ違ったのは、サントスさんと、ユスさんしかいないのね。だから、武雄さんのマドミン偽装でどこまで追いますか？そう、だからそう、メイヤさんの場合って、白の場合って、武雄さんがマットメイトじゃなくて、インポスターで偽装してるパターンが一番ありえそうかな。なるほどね。このパターンだと、多分、武雄さんとつながれるのは、多分、単独浮いてる機械か柿じゃない。そうそうそう。そうですね。うん。要は、そこだったら、キル起こして隠すって多分できると思うから。うん、ああ、なるほど。でも、位置合ってんじゃないの？割と俺、石油キッチンの間のゼロは合ってると思ってるんで。くわぁ、誰を殺せばいいんだ。いや、いい、ありがとう。いいなぁ。えぐいの入った。これさ、なんか、ゲンさんが結局どこで湧いたかわからんまんま話が進んでるんだ、ね、うん、そうね。だから謎なんや、うん。依然、なんかメインかアーカイブな気しますけどね。キッチン見てないんですよ。こんな気持ちで。ピカさんでエンジンだっけ、メインだっけ、ピカさんエンジンだっけ。あ、エンジン湧き。エンジン湧きで、確かワイヤータスクをやった後に、で、弁当タスクに行って弁当をやって、そのくらいで停電。で、昇降機、あ、じゃない、そう、昇降機に向かってボタンを押そうと思って走って、昇降機に入ったぐらいで確かボタンだったはず。なんで、メインアーカイブ、まあ、カキさんがインポスターなら貨物だけど、まあ、メインかアーカイブな気しますけど。あと、一応、ちょっと、俺自信がないから、古川さん、宿舎前には、ゲンさん、湧いてなかったですよね。名前言ってなかったと思います。はい。あ、なら大丈夫です。僕、最速ミーティングに行ってタスクやったんで、もし後分けやったら、その下行ってエンジンルームとかも容疑者入っちゃうからと思って自信がなかったんですけど、ぐらいです。僕も最速なんで、後分けは確かにあった。でも、あそこに湧いてたら来るんじゃないですかね、普通に。所定で来るやったら。ごめんなさい、今、手で直したらピカさんですよね。うん。直した。貨物で直してる。うん、僕、任せて抜けたから。うんなんかは難しいですね。なんか、難しいです。これ、メイヤさん、メイヤさん、ユースとどこですれ違ったって言ってましたっけ？武器庫からキッチンに入るときかな。あら、本当に。トータス見た？俺は見てないよ。俺はトータスさん見てない。うん、ああ、そっか。ごめんなさい、俺もメイヤさんちょっと見てないかな。いや、もうこれはもう確実にメイヤさんがマットメイトだわ。100% そうだわ。
すごいな。あんなに分かりやすくできるのすごいな。インポスター目線。あ、メイヤさん来ちゃった。メイヤさん来ちゃった。メイヤさんマップメイトだと思うからちょっとアピールしたいな。あれ消えた。あ、おったおった。ああ、なるほどね。なるほどね。うん。なるほどね。そういうことね。そうだよね。そりゃそうだよね。そりゃそうだよね。来た来た来た。オッケー。よし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 。いいよ。マジか。お、フルコンさん。フルコンさんが切ってました。フルコンさんでしょ今。嘘嘘。二人で来んの？え、ちょ、オニキが来てたから。オッケーオッケー。あ、いや大丈夫大丈夫。僕が守れる。貨物で。序盤に弁当パカパカしてアピールしてるのを見ました。それが多分メヤさん。え、僕は今日よくメヤさんが教授だと思ってるから。え、なんでだって僕今診察から貨物ラウンジアーカイブって言ったらシャワールームから出てくるフルコンさんがいて、そこの下に真下に死体があったよ。そう。え、それはそうやけど、おにきが切ってました。あ、フルコンですね。フルコンさんの前に竹尾さんがいたってことか。オッケーオッケー。いや、メヤさんがシャワーの上でフルコンさんが切ってます。切ってたというより死体の上にいた。うん。じゃあ一応僕のからの視点も話すけど、うん、はい、シャワーと、メインの間の扉ぐらいでフルコン・トータスが並走して、右に行きました。うん、で、うん、そうそうそう。3秒後ぐらいにこのボタンが鳴っているんだけど、うん、フルコンさんが切ったってメイヤタケオから主張されているんだが、うん、貨物からシャワーの中の弁当が見えるじゃないですか。それがパカ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 何度も開いたり開いたりしてて、で僕はその序盤のあそのそういうこと、あ、ごめんなさい、から竹尾さんポスター、メイヤさん教授もあるなと思ってたから、あ、これなんてことなんで僕は確定なの？ピカクロス君視点でメイヤさんと僕の弁当が入ってるっていうのはありえないって主張できると思うんですけど、どうですか？エレキあたりにすれ違ってるでしょ。エレキ、いや、と私の目線だと、あのエレキで竹尾さんを置いていって、その後私テープのタスクをやった後にアップロードまで完了してるんですよ。だから時間的に竹尾さんが貨物まで戻って弁当とかも結構できちゃう時間軸だなと思ってます。いや、そうではない。最初から竹尾さんと宮さんのシャワー室にいると思うよ。ないて、いや、まあまあ湧いて10秒後ぐらいに、まあまあまあ、いないフルコンさん、今日最初にシャワー室にそれめちゃくちゃじゃない？それマジで最初にシャワー室にいたのは柿というすかな。あ、そうそう、うん、プテさん多分結構めちゃくちゃ言ってると思うんで、しかも俺は僕のことをマットメイト確定って言ってるのがなんか変じゃない？セリフいないですか？セリフ、いや出なくて、僕は竹尾さんに入れちゃう。竹尾さん入れます。僕はフルコンさんが切ってるように見えてるよね、はい、スコペアで対抗する。おー、やばいやばいやばい、こうなるんか。あー、そうなんだ。ボタン押す、ボタン押す。ごめんなさい、ちょっとロックが入ってるかもしれない。僕ごめんなさい。いや、しまった、釣れたやん。フルコンさん釣れたやん。しまった、もう完全ミスった今の。フルコンさん釣れたやん。マジか。あ、タケオさん来た。どうしようどうしようどうしよう。どうすればいいですか？どうすればいい？どうすればいいの？なるほど。生きるすればいいんや。そうだ。生きるすればいいんや。え、押さないの？お、ああ、ナイスすぎ。ごめんごめん、ボタンなかったわ。いや、これはめちゃくちゃいいボタン。うん、フルコンさん現行犯がありえないから、まあ、竹尾さん釣れますよね、これは。うん。うん。これって一応ね、ハイブリ視点なんですけど、メイヤ君と、リアクターの右側の上のところまで見てます。下にフルコンさんと竹尾さんがいるのを視認しているので、目線は結構竹尾さんだと思う。わかる。それはわかる。え、ってことは、フルコンさんがさっきじゃあ言ってたことが正しいってことか。うん、僕目線の話をさせてほしいんだけど、僕は基本的に貨物ラウンジアーカイブってシャワーまで行ったタイミングで、フルコンさんがシャワーからアーカイブに出てきたのね。で、うん、フルコンさんとすれ違った瞬間に死体があったから僕はフルコンさんだと思ったっていう話ですよ。うん、まあ、まあ、わかるじゃない。はい。まあ、おそらく今日一強人の二郎のダブキルで PP を狙ってるキルだと思ってるから、
まあまあ、普及できなかった位置にいたんだ。あと、ごめんね、今ちょっと、おにきを攻めるようなことしたけど、俺はフルコンスタに入れてるのね。昨日フルコンスタに入れてた他は？おにきとメイヤ君？僕は入れてますね。僕は入れてますね。あ、そっか。じゃあ他表彰さできひんな。フルコンさんどこ行ったのこれって。フルコンさんはおにきと右直してませんでした。右の下にいましたよ。僕はあのハイブリさんと一緒にシャワーアーカイブリフトって言って、おにきとフルコンさんがいたので、それを見て、そうアーカイブ僕はシャワーまで戻ってます。じゃあ多分これ、まあでもメイヤさんまでは絶対人外だから。あ、僕がシェリフです。なんで絶対人外になるんだろう。いやだってもうさっき確定だ、フルコンさんですって言ってたでしょ、メイヤさんは。だからだって僕目線は仕方なくないですか。だってフルコンさんが死体から歩いてきてるように見えてるんだもん。まあ そ, ねうん、そこは多分ね、主張、まだその死体の関係だから何とも言えないと思う、まあ、お互いにね。うん、多分、先ほどしたセリフだったら多分昨日の段階で言わないと信用できない。そうそうそう、そっちだから。いや、マジですかいいじゃん。僕がセリフだってこと。で、あと、テテさんが言ってた、そのメインの、そうそうだね、あれだね、なんだっけ、弁当のパカパカが本当に、弁当のパカパカを、まあ、宮さんだとしても、竹雄さんは絶対違うって言うんだったら、もう一人誰かに見せてることになるから、まあ、そこも気になるです。え、てか、だから、そこにいたのが柿さんとユスさんって言ってなかった？じゃあ、柿かユスさんを見せてた。うん、いや、でも僕はここでボタンを押してるんで。いや、だからめっちゃ白い。テテさん、強靭じゃない？あとね、まあ、それもわかるね。いやー、しまった。ピカさんもプテさんもボタンないよ。ピカさんとプテさんボタンなかった。しまった。めちゃくちゃしまったわ、これは。あとこれしかないな。よし、もう1キルして PP や。それしかない。もう1キルして PP。 来た来た来た、やらせてくれ。頼む。誰か切らせてくれ。切らしてくれ、メイヤさん。メイヤさん。やばい、誰もいない。来た！よし！勝った！勝った。あー、2キルキルか。へぇー。うわー。ありがとう。え？ありがとう。あ、そっか。あ、2キルか。あ、そういうこと？あ、やべえ、これ無理だ。僕、ごめんなさい。終わるわ、これ。タスク間に合わない、僕。柿メイヤか。いや、ピカさんが切ってましたよ。ピカさんが切ってました。いや、まあ、いいや。いや、それは無理だと思うから。いや、滝さん、ありがとうって言ってる時点でも絶対インポスターで、メイヤさんの教授が透けてると思ってるから、まあ、とりあえずスキップ入れて、タスク進行しかないと思うんだけど、僕が終わらない、申し訳ないけど、ちょっと。じゃあピカさんに投票します。あ、じゃあカキさん、皆さんカキさんに合わせて。オッケー。うん、え、でも俺だからボタン押してるから無駄だよ、さっき。あ、カキさんに合わせて。さっきボタン押したから、プテさん、プテさん、俺あの状況でインポスターだったら絶対押さないから。あのカキさんがだからインポスターじゃないことはこれでわかると思うから、メイヤさん、カキさんに入れてもらって、カキさんに合わせてもらって。はい。まあピカさんに入れれば勝てるんで。何、どこに入れたの、ピカさんは。あ、カキさん、カキさん。いや、プテさんだから、ピカさんやって。ピカさんやって。俺スキップにしてた。ああ。ピカさんなのにプテさん、ちょっとひよっちゃったね。まあ私たち。いやあ、申し訳ねえ。危ねえ、マジで、もう本当に危ねえ。マジで危なかった。ああ、よかった、思った。出てこないなぁ。出てこないなぁ。あら。
勝った。あ、てか通報すればいいか。そうや。あ、ごめん。通報したら勝ちだわ。ごめん。忘れとった。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。本当にやらかした。マジで。ナイス。ピカさんつって終わりますよ。はい。危ね。素晴らしい。危ね、マジで。いや、もうボタン押したときマジで心臓が心臓が飛び出るかと思った。そう、あそこで俺やってくれるのかなと思って。そう、本当危なかった。いやー、やっぱ言い訳だけどさ、タハギオさんも勝ちかけあったのにボタン押して、本当にごめんなさい。いや、マットメイトが強かったな。ねえ、本当に。俺ね、ピカさんのね、危ねえ、ヒカクロスかカキしか武雄さんとつながる位置いないですよねっていうので、カキさんしかいねえじゃんっていうのに気づけて。そうそうそう、あ、そうね。で、カキ、そうそう、で、カキさんの前で弁当入ってつながったんですよね。あー、そこはちょっと分かんなかった。そうそう、僕ユスさんだと思っちゃったな。カキさんのあのボタンがあまりにも白すぎて。いや、だってあれ押す意味ないからね。そう、だからそう、押す意味ないから自信満々に押す意味ないからねって言われた。いやー、だから押す意味なさすぎんだよな、マジで。マジで。あ、すごいね。シャワーでじゃあ、メイヤさんがパカパカしたんだ。そう、カキさんと繋がったんだよ、ね、あそこ。そう。僕はもうてっきり、完全にもう、そうです。メイヤさんがそこで絶対パカパカしてると思ったから、で、タキオさんとシャワーで、フルコンさんとの言い合いだったから、タキオに見せたんだとか言って、めっちゃ言ってた。いや、でもそうです。そうかと思ったけど、上から来てたからな。そう、上から来てたんよ。そう、だから位置関係が合わなくて、ん？うん。あー、そうか、そうか。いや、それは申し訳ない。いやー、まあ、やられましたね。よかった。でもありがたかったです。いや、強かった。いや、ありがとうございました。あの、カキさんは、あの、ミーティングに二人上がって、ヒヨってボタンを押したのが一番重かった。なんか、あそこをダブルキルとる流れだろうと思って。いや、ハイブリさんに、さんもピカさんも、ボタンを押してるから、勝ちだったんだよ。いや、あの、